テックスは1979年に設立し、今年で42年目を迎えました。現在に至り、世界の約30カ国に拠点を置き、約80カ国のお客様とビジネスパートナーとしてお付き合いをさせていただいております。また、オプテックスは約240個の特許を保有しており、200種類以上の法令規格に準拠した製品を提供しております。世界のセキュリティ市場の屋外センサーにおいて約 40% をシェアしており、人数カウントシステムは日本で 80% のシェアを占めております。オプテックスは数年間積極的な M&A を進め、さまざまなセキュリティ分野の領域を拡大してまいりました。また最近では工場自動化分野を重点に M&A を実施しており、これは従来オプテックスを持っていた FA 技術と融合しており、大きなシナジー効果を発揮しております。 M&A で確保したさまざまな新しい技術はオプテックスの安全・安心・快適というスローガンのもと、産業安全およびセキュリティなど各分野の技術と融合し、市場のトレンドに合わせたさまざまなアプリケーションを提供させていただいております。オプテックスコリアは韓国法人会社として2003年2月7日に設立し、18年目を迎えております。オプテックスコリアはセキュリティ分野でのビジネスを行っており、製品群としてはレーザースキャンセンサー、ファイバーセンサー、マイクロウェーブセンサー、レーダーセンサー等を扱っております。世界中でリフェランスを持っている検証済みの製品を販売しております。韓国内ではソリューションを安定しており、提案しており、その中の一つが弊社の ITS システムとなります。ITS システムはIoT 基盤の分散型センサーネットワークサーバーシステムとなっております。 ITS システムの独立的なサーバー運営方式は外部のハッキングからの補完が可能であり、より高いレベルのセキュリティを提供することができます。さまざまなセーシングデータの収集をさまざまな分野で必要なデータとして活用することもできます。センサーをモニタリングし、統合できる IMS システムを通じて新しい市場を開拓していこうと思っております。オプテックスコリアは一歩進んだセキュリティソリューションとしてお客様に上質なサービスを提供してまいります。またオプテックスコリアはセコン2021展示会を通じて皆様方のビジネスパートナーとして活躍し、韓国防犯産業の発展に貢献することを願っております。